親方の図、帝よりのり、名護親方。親方は、琉球王国の称号の一つ。王族のもとに位置し、琉球士族が賜ることのできる最高の称号である。親方は、琉球士族が賜ることのできる最高の称号で、国政の要職に就いた。親方は世襲ではなく、功績のある士族が賜るもので、親方の子が、必ずしも親方になるわけではなかった。 紫冠をいただき、花金景銀冠座しを指した。政聖二品以上に登ると金冠を指した。親方の称号は古くはなく、17世紀頃から使われ始めたようである。それ以前は金染親雲上と称した。これは紫冠に由来すると考えられている。親方を王子、アジと含めて貴族とするか、それとも上位士族とするかであるが、 琉球国由来期の官赦列品の項目に、この官赦、ゲスの極寒なりとの説明があるので、氏族の最上位とするのが妥当である。功績のある機関の氏族に、特別に紫間を賜ったのが、親方の始まりとされる。王族が起点関係の官職に就くのに対して、親方は、政治の実務を担当し、投票で選ばれれば参主官に就任した。 紛り全体を有する掃除当職にある親方は、同じく、紛れ全体を領する、アジラと共に、琉球では、大名と呼ばれた。紛りではなく、紛れうちの一村の領主に泊まる親方は、特に脇児党親方と呼ばれた。全体の比率では、総除当職にある親方よりも脇児当職にある親方の方が多かった。親方の邸宅は、殿内うちと呼ばれ、 これがそのまま親方への損傷としても用いられた。例えば、おろく家や千葉な家は、おろくで内や千葉なで内いという風うに呼ばれた。ありがとうございます。